それでは今日のゲーム振り返ってみましょう。千葉ロッテ石川が先発、まず白崎を三振、そして梶谷も角中へのレフトフライ、ブランナ、まあ、立ち上がっていっていいでしょう。一方ベイスターズは伊能です。この鈴木はバント失敗でした。ランナー一塁だったんですが、そしてランナー三塁に行ってこの当たりですが、これはセカンドハーフライナー今井の当たりでした。これまた伊能もマウンドを降りてまいります。ピンチをしのぎました。一方2回この石川鷹匠にカーブをレフト前打たれ、これは先制点になりました。鷹匠が先制タイムリーヒット、これで1点リード。まずベイスターズが1点リード。4回石川筒香を三振、そしてランナー1塁3塁というところで2アウトだったんですが、この鷹匠、これサードゴロ、今井とって1塁送球、これしのぎました。ベンチに戻ってまいります。ほっと一息。さあ4回の裏、千葉ロッテマリーンズ根本、これがセンターへ、センター荒波が後逸、ワンヒットワンエラー、ランナー二塁というところ、そして荻野隆三塁線突破です。破っていきました。根本が三塁を回る、手を叩きながら同点のホームイン、これで1対1の同点。荻野隆が同点だ。そして7回です。マウンド上石川、2アウト1塁3塁、代打下園、これが的中、ショートオーバー左中間の手前、これで勝ち越し2対1になりました。代打下園的中です。そして7回の裏、2アウト満塁というチャンスで、まあ、マウンド上伊能だったんですが、4番今江、これがセカンドへのハーフライナー、これで三者残塁という形になりました。ホームが遠かったマリーン。さあそして8回石川バッター井出に、井出が三塁線、これバックホーム、吉田好ブロック、タッチアウト、ホームアウトでやります。そしてなおも2アウト1塁2塁、高城、これ三振ストレート、これも粘りましたね。さあそしてバッターボックス吉田に伊能が投じた、これはサードゴロになりました。これランナー二塁だったんですが2アウト、ここも8回まで投げ抜いて8回のピンチもしのいだ伊能、マウンドおります。そして9回の表、増田直也に変わりました。ランナー二塁で石川、これがバッターセンターへ抜けていきました。三塁回ってホームに帰ります。これで3対1になりました。見事に石川がセンター前のタイムリー。そしてバッターボックス今度は桑原、この試合初の打席、これが一塁線突破、タイムリーヒットになって4対1、あっという間に加点、点を加えてまいります。そして今度山崎のところでなんと松田がワイルドピッチ、これで5対1という形になりました。大きな3点が入りました。9回の表、山崎、安明、最後この鈴木を三振でゲームセット5対1。今日は雪辱を果たしましたのはベイスターズの方です。13安打5点、連敗ストップ、マリーンズは3連勝でストップという形になりました。